はい、こんばんは。12月、すいません。12月13日、もすいません。木曜日、午後10時30分を回りました。4個品語な夜、第500、すいません。まだまだ。589回。今夜もどうぞ、よろしくお願いします。お願いします。なんか、喉が、むせますね。なんでやろ。風も吹いてないし、熱もないんですが、いつもの喘息。今年はちょっと激しいですね。もういつもこの時期は喘息は、収まるんですけれど、まだ、ちょっとね、すいません。待ってください。ああ、すいません。なんかちょっと、急に、調子がおかしくなったんですけどね。はい、今夜も30分ほど、まあ、ちょっと早めに終わりたいと思いますが、よろしくお願いします。まあ、今日で、だいたい、私が予定していた、選挙関係の、もう、取材、撮影、もういいかな、終わろうかなと思っているところなんですが、広くまんべんなく各陣営の街頭演説とかをね、動画配信、ユーストリーム生中継してきました。今日はね、昨日の夜が、合同個人演説会。で、今日が日本維新の会の石原慎太郎代表の街頭演説。で、ちょっと待ってください。あ、すいません。で、今日は石原慎太郎さんの、ね、街頭演説ということで、どのくらいの人が集まるだろうと。この前の小泉進次郎さんの時と比べるといけないんですが、やはり、年のちょっと上の年配の方が多かったんですけど、あれね、ちょっとダメですね、アナウンスが。多分ね、あれ移動したと思うんですよ。当初はね、山形屋というデパート前の交差点で、行うんですね。そこだと、警備ができないんですね。まあ、石原慎太郎さんが、どのくらい VIP か、わかりませんけれど、まあ、上から狙われる場合があるときに、デパート前の交差点のビルっていうのは、上から監視できる場っていうのが少ないんですね。まあ、ビルはあるんですけれど、ビルの屋上から、というともあるんですが、上の方から全体を俯瞰をして監視するという場所ではないんですね。だから移動したのか、まあ単純にデパート前の交差点は交通量が多くなるから移動したんだろうかなと思うんですが、今日はね、カリーノというテナントビルの前付近に移動して街頭演説が行われたんですけれど、まあ、かなりね、年配の方を中心に人はかなり集まっておりました。まあ、僕の周りにも結構多くのじいちゃんばあちゃんが集まって話を聞いていましたが、まあなんだろう、まあ無難に話をしたのかな。昔の、宮崎と石原慎太郎さんの、変な関係のことは全くも
言及せず、ね、中山さんの応援ということで、まあ、暴言らしい暴言って、あったかな。どんな、えと思ったような発言はなく、まあ、無難に、演説をこなしていたな、という印象。というのがまた、すぐも移動して、まあ、どっかに行かないといけないということで、まあ、すぐも移動されましたけれど、まあ、かなり気合が入った演説を行っておりました。で、先ほどやっと昨日の合同個人演説会の動画を YouTube にアップ終わりましたんで、ちょうど今日の石原慎太郎さんの街頭演説のユーストリームの中継映像をアップしました。これからハイビジョンサイズの映像の編集、レンダリングアップロードを行いたいと思いますんで、今しばらくお待ちください。まあ、ハイビジョンサイズの映像といっても、まあ、使ってる機材がこれなんで、ね、デジカメなんで、ズームの倍率もそうあまりないので、そんなにアップで撮っておりません。申し訳ありません。まあ、鋭意機材の充実を図っていきたいんですけれど、なかなかお金がないと、資金がないということで、またぼちぼちとやっていきたいと思っております。で、あとね、日本未来の党、一応確認はしているんですけれど、党首クラスの幹部に、街頭演説の打診をしていますということだったんですが、もうあと2日、明日金曜日、金曜土曜しかないんで、まあ、ギリギリにやってくるのかっていうところで確認をしないといけないのかなと思っております。まあ、もったいないですよね。まあ、富山さん、小沢さんの秘蔵っ子というか、結構 Facebook でもね、小沢さんに会いに行ってます、小沢さんっていうお話が出てくるんで、小沢さんに来てもらえると逆転、一発逆転攻勢で、まだ4割は態度を決めかねているという無党派層の票を取り込むことができると思うんですよね。ただね、今日の新聞報道、もうこれ書いてるんで、そのまま紹介しますよ。こんな風にして、書いているんですね。ただ、記事を読んでみると、調査はですね、まあ、公平公正になるように、RDD、よくほら、出ますよね。テレビなんかでも、調査関係のスタイルが、RDD、ランダムデジットダイヤリング方式で実施したので、公平性、公正性は保たれてますよ、というようなことを、表に出すんですが、ただ、サンプリングの件数が、え？ってこんなもんなの？ということなんですね。実際その RDD で電話をして、かけた電話が545件。まあ実際に有権者がいる世帯が545件。そのうち、たったの405人から回答を得た。いうことなんですね。え？ 405 人の電話調査で、その結果でこういうこと書いていいんですか？宮崎一区有権者何万人いるんですか？ 30 万いないのかな？何万人かな？まあ30万いないと思うんだけれど、いるのかな？まあそのぐらいいるんだったときに、え？405人の結果から見て、こういった形って書けるというところ、信頼性、公平性考えた場合に、多分、どっかの大学の偉い先生が、まあ、統計学上、この数でも問題ないでしょうって言ってるんじゃないでしょうか。僕らからすると、有権者の1割程度のアンケートであれば、
わかりますけれど、まあ、4000人ぐらいの規模であればわかるけれど、405人、その405人のうちの4割程度が、まだ態度を決めていないわけでしょ？どうなんだろうかなって、この結果は、と思うんですよね。だからこういった新聞がリードする記事というのは、これ、少なからずとも 少なからずとも、有権者の投票行動に影響を与えるんですが、投票行動に影響を与えたいんだったら、もう少しサンプリングを増やさないと、信頼性っていう面からすると、どうなんでしょうかね。なんか僕から見ると、ミスリードっていうか、誘導しているんじゃないの？という気がするんですよね。他の すいません。大手マスコミの記事を見ても、時効で 300の議席を取るっていう、ほとんどそんな感じで書いてますよね。その裏付けのサンプリングっていうのが、どのくらい行われてるのかっていうところ、無党派層は全く考えていないわけですよね。4割もいる無党派層、そこを考慮すれば300取れるの？っていうところ、そのあたりの報道の持ってき方っていうのが非常に怪しいし、危ういし、っていう感じでしょうね。まあ、リードしている候補が 悪いと言ってるわけではないですよ。本当公平性、公正性を保つんだったら、サンプリングを増やして、調査をした方がいいと思います。ね、逆に、投票行動を決めかねている4割の方に、どんな質問をしたのかっていうところ。じゃあ、まだ決めてないんだったら、どういった視点から今後候補者を決めていこうと思ってますかみたいなアンケートも すいません。無党派層に向けたアンケート、まだ決めかねているんだったら、どういった視点で今後、投票日までに候補者を決めようと思ってますか？みたいな、投票行動の流れ、動きみたいなアンケートもあっていいと思うんですよね。まだ決めてませんで終わってるんじゃなくて、じゃあ、何をポイントに投票しようと思ってますか？っていう持っていき方のアンケートっていうのも大事かなって気はしますけどね。まあ、わかりません。こういったアンケートも、昨日の合同個人演説会を見ると、学生さんに お願いした方がいいと思うんですよ。統計学を勉強している、その勉強の延長上でね、新聞社、マスコミが行う、その世論調査のスタッフの一人に、まあ、とにかく何人かに学生さんを入れて、アンケート項目を作っていくっていうこと。なぜかというと、ね、前も言ったように、毎日新聞が行った公開討論会よりも、昨日の合同個人演説会の方が良かったんですよ。まあ全然違ったんですよね。やはりアイデア、工夫というかね、本当の討論という意味での討論会は昨日行えたのに、なんでマスコミである新聞社がそんな公開討論会やってるの？って言うと考えた場合に、もう少しね、若い人の意見考えが反映されるような政治のあり方、その周りのマスコミのあり方。なんかマスコミ、新聞社なんかもインターンシップ制度をどんどん導入して、うちの新聞社は、テレビ局は、こんなことやってますようなことを、どんどんやっていって、解放されたマスメディア、
なっていかないといけないんじゃないかなと思うんでしょうね。今回の本土、本当にこれでいいのって、もう、インターネットを見れば、そういった、疑問に思ってる人が結構いっぱいいるわけで、これは、無視できない、思いますよ。これを無視してやって動いてると、もう実際、インターネット選挙運動が解禁された場合に、困る政党もたくさん出てくると思います。ある候補者の分析によると、またもうすぐ総選挙が行われるという予測をしている方もいらっしゃるので、次の総選挙はもうネット選挙運動を解禁していかないといけないと思います。ネットを解禁した方がお金がかからないクリーンな選挙もある意味できる。逆に、なりすましとかの問題があるんで、公認アカウントとかのね、取得で、本人であるということを証明していくシステム、それを作っていけば、そんなにネットは悪くはないと思います。はい、ということで、喉の調子が良くないし、これから、動画の編集作業に入りますんで、今夜の放送、この付近で終わりたいと思います。またね、日本未来の党の街頭演説が、この週末、明日、明後日、行われるんで、あれば、また取材に行ってね、Ustream、YouTube に動画をアップしたいと思います。まあ、小沢さんに来てほしいですよね。はい。ということで、今夜の4号頻号の夜、ちょっと早いんですけど、この付近で終わりにしたいと思います。また明日も同じ時間帯に放送しますんで、お時間がございましたら、どうぞご覧ください。それじゃ、失礼します。